ここでは、ここはフィールド 4×4 のマスで成り立っているよ。さあかかってきなさい。王冠マークがあるの。水滴の数字は君主の HP がゼッケンの数字は君主の攻撃力のデフォルトは0。これはデッキだよ。ターン開始時デッキから自動的に1枚のカードが、これは手札。どのバトルでも君主か君主をフィールド上に出そう。フィールド上の青マークは味方、フィールド上の赤マークは手札をフィールド上に出そう。忘れるところだった。カードを出すと AP を、これは AP。 君主以外のカードを、四角の数字はもう一度手札をフィールド上に出そう。今出したのはヒ、このターンで出したヒーローは1ターン後に行動できるよ。 AP が切れてしまったからこのターンを終了し、フィールド上のユニ、フィールド上のヒーローをドラッグして、フィールド上のヒーロー、ヒーローカードと君主を移動しよう。 AP は単今2ポイントの手札にあるリリスを出そう。コスト2のヒーローじゃ何も怖くないわ。私がもっとコストの高いヒー、相手のヒーローカードがつ、どうバトルするか、敵の君主を攻撃。ま、負けた、そんな。勝ったよ、おめでとう。月はパトリシアを倒したんだって。しまった、このまま黙って死を、強力な SSR カード、まだチャンス。手札やフィールド上でカード、手札を長押ししてスキル効果を見よう。ドローしたカインをフィールド上に出そう。君を傷つけたくはないんだ、諦めてくれ。私は恐れないわ。さあ行くわよ。カインを移動させてスキルを発、くっそー、悪魔たちのためなら絶対に負けないぞ。なんですって、カインの攻撃ルートが寸断。諦めないで。どうすればいいか。毎ターン1回 A、 初回は 2AP、 デッキを上にスワイプしてドローしよう。魔法カードだ、このマークがあるの。魔法カードは魔法カードを長押し、危うい状況だったけど、大陣を出して敵の阿飛を消滅させよう。サインを移動させて敵の君主に近づく、敵の君主を攻撃。あら、フィールド上に何、さすが観察力。手札はセットカード、セットカードは、セットカードは好き。私たちも試して、手札にあるバーバーヤーガを出そう。手札にあるエノクを出そう。セットカード敵を惑わせる一部のスキル効果。セットを使いこなすのはバトルする上でとても重要なの。
表向きのカードは全部消滅しちゃったけど、ただし注意、設置。自分でセットカードを使うのは面白いけど、2枚のセットカードさあ決め。くそ、今のように。でも敵を惑わせることには成功したね。2枚のセットカードのうち、ステータスが高いヒーローを攻撃。こんな時は大セットカードも移動。セットカードをフリップす。セットカードをドラッグして移動し、セットカードを選択してタップし、もう一度敵のセットカードに攻撃。当たった、当たったみ。エノクを移動しよう。エノクを使い敵の君主に攻撃